はい、ということでね、今日はね、僕とマイキーで刑務所作り対決をしていきたいと思います。面白そう。どんな刑務所を作る？僕たちのね、体の形をした刑務所なんかどうかな。お、いいね。でも体の形の刑務所って何？それぞれね、自分のね、形の建物を作ってね、その中に刑務所を作るんだよ。なるほど。善一くんに絶対に負けないすごい刑務所を作るぞ。ここに作ろうっと。じゃあね、僕は少し離れたところに作っていこうかな。僕はね、コマンドを使ってね、刑務所の枠を作っていきたいと思います。おお、かなりいい感じだ。そしたらね、まずは刑務所のね、牢屋からね、作っていこう。牢屋はね、僕の右足の中に作っていこうかな。ここはね、脱出が困難でね、マグマの牢屋にしよう。よし、ここはね、マグマの熱にも耐えられるように黒曜石で部屋をね、作っていかないとね。よし、これでね、牢屋の部分が完成です。そしたらね、この部屋の真ん中にマグマの牢屋を作っていこうかな。よーし、できたぞ。マイキーがここに閉じ込められるとね、マグマに邪魔されて牢屋の外に出ることができません。ただね、これだとね、一生マグマのね、牢屋の中にいることになってしまうから、マイキーが、ね、勇気を出せばね、この部屋からね、脱出できるようにしたいと。まあね、マイキーがね、勇気を出してマグマに飛び込めばね、下の水に落ちて消化して助かります。これでね、牢屋のね、完成かな。そしたらね、この辺りを開けて、ここにはね、水流エレベーターを作ろうかな。よし。そしたらこの先はどうしようかな。右足の上はこんな感じになってて、で、この上が、あ、ここ体の胴体の部分か。そしたらここにはね、一気にね、体の部分もね、上がっていくようにね、TNT 上昇装置でも作るか。ってことで、まずはここに部屋をね、作っていきまーす。よしよしよし。で、ここにね、TNT 上昇装置を作っていきます。よしよし、できました。ここからね、どこまで飛んでいくかね、実験します。おお、かなり飛んでいくな。ってことでね、この辺りでいいか。この辺りね、着地するようにね、足もね、作ります。あとはスライムブロックの足場までね、筒状に壁をね、設置していきます。よし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 。で、あとはね、TNT 上昇装置を使うとね、ダメージを受けてしまうから、ダメージを受けても大丈夫なようにね、金のリングをね、入れておきます。よし。そしたらマッキーのね、様子でもちょっと見に行ってみるか。マッキー、建築の調子はどう？ん？善一君、今頑張って体の部分を作ってるからね、順調だよ。おー、マッキー頑張ってるね。うん、善一君も頑張っていい？うん、ありがとうマッキー。そしたらね、ちょうどね、この辺りがお腹の部分になるから、ここにはね、胃の部屋でも作っていこうかな。そしたらこのね、テラコッタブロックを使ってお腹の部分をね、作っていきます。あ、ちょっと待って、そうだそうだ。胃にはさ、食べ物を消化する胃酸があるからさ、ここに胃酸のトラップでも設置しておこうかな。そしたらね、この辺りにね、胃酸を流していきます。よほーし、できました。そしたらあとは、道を間違えてしまうとね、酸に落ちてしまうようなね、聡明な橋トラップをね、作っていきまーす。おー、できました。ただね、これだとね、スタート地点もね、わからないからね、スタート地点をね、ここにね、矢印ブロックを設置してね、教えていきたいと思います。まあ、ただね、これちょっとね、さすがにこれはね、難しすぎるから、ヒントをね、この壁にね、乗せておきたいと思います。うん、こんな感じでね、矢印をね、設置しまーす。できました。この透明の橋とね、額縁の矢印が対応してます。これでマイキーがね、進む方向が分かるようになりました。あ、そうだ、ちょっと待って、これさ、遺産だからさ、この中に食べ物でも置いておこうかな、こんな感じで。うん、ってことでね、胃の部分の完成です。そしたらね、透明の橋を渡った先にね、次のギミックを作っていきたいんだけれども、さっきの部屋からさ、左足の方に降りれそうだな。そうしたらね、この上の方からね、足の下に向けてドロッパーゲームをね、作りたいと思います。ってことでね、左足の方にね、長い筒を作ってね、ドロッパーをね、作っていきまーす。コマンドを使ってと。うん、よし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 。おお、ドロッパーをね、2つ作りました。1つが当たりで、もう1つが外れのドロッパーにしたいと思います。ってことで、まずはね、こっちをね、外れにします。ここはね、一番下ね、ラピスラズリを敷いておこうかな。よし、うん。あとはね、このね、ドロッパーの中にね、レーザーを設置してと。よしよしよし。これでね、外れのドロッパーの完成です。目から見るとね、一見簡単そうでね、下はね、水に見えます。ただし飛び込んでしまうとね、実はね、下はね、水になってラピスラズリで落下ダメージで死んでしまいます。ということでね、次はこっち側にね、当たりのドロッパーをね、作ります。当たりのドロッパーのそこにはね、本物のね、水を敷いていきます。これラピスラズリになって、
本物です。ただここにはね、大量のレーザーをねつけていこうかな。かなりね難しいように見せていきたいと思います。もうできました。かなり難しそうだな。こっちが当たりでね、そこが水になってます。こう飛び込んでもね、下がね水になってるから、落下ダメージを受けずに死なずに済みます。よっしゃね、次にね、続く通路を作っていきます。そしたら上に続く通路を作っていこうかな。ここがね、胴体の中だから、あ、ちょっと待って、ここさ、体内だからさ、通路血管のような形にしようかな。うんうん、血管のようにね、赤色を使っていきます。で、ここはね、血管だからね、中にはね、ちゃんと水をね、流していきたいと思います。で、ところどころにね、ちょっと空間を作っとくか。空間がないとね、息継ぎできないからね。うん、うん、かなりこの血管長いな、ここの通路の部分。まあ、マイキーがね、途中で飽きないようにね、ギミックでも作っておくかな。血管の中にはね、血液の逆流を防ぐね、弁というものがあるんだけれどもね、それをね、ピストンを使ってね、再現したいと思います。よし。この辺りにも設置してと。うん、よしよしよし。そしたらね、こんな感じで進んでいくとね、ここでね、通れなくなるから、このレバーをね、引くと、もう通れるようになります。この辺りにかなり広めの空間があるから、まあ、ここにもね、弁のギミックを作っていこうかな。そしたらね、どちらかが当たりで、どちらかが外れの通路を作っていきたいと思います。まずはね、当たりの通路をね、作っていきまーす。よし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 。これでできました。こっちがね、当たりの通路です。そしたら、こっち側にね、外れの通路をね、作っていきます。外れの通路をね、これまでの通路よりも、ね、広くしようかな。この部屋の奥は行き止まりにしておきます。うん。ただね、こっちの外れの通路にさっき作ったね、弁のギミックを改造したね、トラップをね、作っていきたいと思います。よし。これで外れの通路の完成です。この通路のね、入り口から見るとね、左の狭い通路より右の広い通路に行きたくなるんだけれども、奥まで進むとね、このトラップが作動して、捕まって溺れてしまいます。またね、これはちょっと難しすぎるから、ここにね、矢印ロックをね、設置してあげよう。マキがね、矢印通りに左に行ったらね、正解のね、通路に行くことができます。じゃあそしたらね、この通路の先もね、どんどんね、作っていこうかな。うん、この辺りまででいいか。よし、そしたらここはね、通路のね、ゴールにします。よしよしよし、できました。これでね、血管通路の完成です。もうかなり広いね。そしたらここにね、背骨のはしごを使ってね、一気にね、頭の方にね、登れるようにします。よし。そしたらこの先はどうなってるんだろうな。もうちょっと待って、すごいぞ。なんかすごい広い空間がある。おー、内側から僕の顔が見えます。おー、かなりね、広い空間があるからね。まあ、この空間を利用して、ここにね、アスレチックを作っていこうかな。ただその前にマキの様子をちょっと見に行きたいと思います。マキ、刑務所作りの調子はどう？ん？善一君、かなり順調だよ。今、ものすごい刑務所を作ってるからね。楽しみにしててよ。ほうほう、マッキーなんか、すごそうなの作ってるね。じゃあ、マッキー頑張って。善一君も頑張っていい？うん。まあ、楽しみに待ってるよ、マッキー。よーし、僕もね、もっと頑張るぞ。ということで、まずはここに最初の足場をね、作っていきます。そしたらね、ここから頭の中の景色を楽しめるように、いろいろなブロックを使ってね、カラフルなアスレチックをね、作っていこうかな。こんな感じでね、見た目がカラフルだとね、まあ、登っててね、楽しいと思うからね。よしよしよし、こんな感じにして、と。で、この辺りからね、はしごで少し上がるようにしておきます。で、このはしごの先からはね、ちょっと難しいアサリにしていこうかな。ベッドとか使ってね。で、この先からね、鉄格子を作った細い足場をね、作っていきます。うん。で、こんな感じで。そしたら次は、まあ、スライムブロックジャンプを使った自動スライムジャンプ装置でも作ろうかな。よし、ということでできました。このスライムブロックの上に乗ってね、このボタンを押すと自動的にね、どんどんね、前に進んでいくギミックです。待って、これすごいな、これ。おお、ってことで、うん、これで自動スライムジャンプ装置の完成です。あとはね、終点からちょっとどこに行こうかな。待って待って、ここはもしかして、この先は、
と。おお、わかったぞ。ここ、僕の耳だ、これ。よー、そしたらね、この耳の穴からね、外に出られるようにしようかな。ということでね、このね、自動スライムジャンプ装置のね、終点から僕の耳までね、通路で繋げていきたいと思います。よしよし。これで通路の完成です。そしたらね、あとは、この辺り出口の穴を開けておきたいと思います。よし。そしたらここにね、チェストを設置してと。で、このチェストの中には地上に降りられるようにエリトラをね、入れていきたいと思います。ただね、ちょっとね、このまますんなり脱獄するのもね、あれだから、ちょっと鼓膜のバリアをね、作ります。ここからここまでと。このアイテムを使ってね、鼓膜のバリアを作っていきたいと思います。うん。おー、できました。これ鼓膜のバリアです。鼓膜のバリアはね、とても頑丈だからね、攻撃してもね、壊すことはできません。ただね、小股はね、とっても大きい音で壊れる性質があるからね。もし近くでこのベルをね、大音量で鳴らしたらね、一瞬で壊れてしまいます。もしマイキーがね、このベルの使い方に気づけばね、鼓膜のバリアを突破して外に出ることができます。で、このベルなんだけれども、アスレチックの一番最初のこの部分にね、置いておこうかな。よし、マイキーはね、このベルに気づくことはできるのでしょうか。ってことでね、これで僕の刑務所の完成です。マイキーの刑務所できたかちょっと確認しに行ってみたいと思います。はい、ということでね、マイキーの刑務所もね、完成したようです。ジェイク見てよ。うん。僕の作った刑務所すごいでしょ。うん、すごいね、マイキーこれ。かなり難しい刑務所になってるから、脱獄するのは難しいよ。おお、自信満々でね。じゃ、まずはね、マイキーの刑務所に挑戦します。それじゃあ、ジェイク君、僕の刑務所から脱獄してみて。よーし。そしたらまず僕は檻の中に閉じ込められてるのか今。そうだよ。ここは僕の口の部分だからね。ここから出るのはかなり難しいかもね。こっから外が見えるな。ただこれなんだ？なんか観察板があるんだけれども。ん？何かな？これは。ん？ちょっと待って。これもしかしてさ、歯？そうだよ、ゼイチキン。口からはね、歯が邪魔して、外に出られなくなってるんだ。なるほど、マイキー。これ面白いな。なるほどね。そしたらね、他の出口を探さなきゃいけないのか。ちょっと待って。ん？ここだけ、床の色違くない？ん？ここ壊してみようと。あ、ちょっと待って。チェストがある。よーし、開けてみまーす。オープン。おー、やった。鉄のツルハシが入ってました。あ、見つかっちゃった。そしたらね、このね、ツルハシがあればね、ここの檻をもしかしたらね。あれ？おー、やりました。壊すことがね、できました。おー、すごいね、ゼイチキン。よーし、これでね、先に進めるぞ。檻を突破されちゃった。ここから下に行けそうだな。あー。よーし。おいしょ。そしたら、ここはなんだ？ゼイチキン、ここは胃の中です。うんうん。ここが胃の中か。ん？これは、なんだ？あ、ちょ、分かったぞ、これ。アスレチックだ。そうです。よし。そしたらこのアスレチックね、上に登っていけばいいんだね、これ。うん。内側にこうやってと。結構難しいアスレを作ったから、簡単には上には登れないよ、ゼイチキン。まあでも、マキ、僕ね、アスレチック得意だからね。あ？よし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 。あとね、あ、もう少しだな。クリアできるの？こうやって飛んで、よしよしよし。え、もうそこまで来てるの？あれ？よし、やったぞ。え？上にね、たどり着きました。一瞬でクリアされちゃった。そしたら選手間、こっちにおいでよ。ここにウォータースライダーがあるから楽しいよ。ん？んー、なんでマキそんなこと教えてくれるの？え？あ、早く選手間にこっちに来てほしいからだよ。なんかマキ怪しいな。そうかな。ん？マキ、僕気づいちゃいました。ここにね、トリップワイヤーフックがあるよね。あれ、そんなバレちゃった？まあでもね、何が起きるか気になるし、ちょっとね、わざと引っかかってみようかな。お、そうしてみて。ちょ、何が起きるの？ん？ちょっと待って、何これ。いって、待って、いって、何だこれ。行け。え、何これ。ゼイチ君、これは白血球だよ。ちょっと待って、体に入った侵入者を気をつけてくれるんだ。行け、白血球。これ、ツルハシで倒すしかないぞ、これ。ゼイチ君を倒して。いって。行け。まあ、なんか倒してもなんか分裂して、数がどんどん増えていくんだけれども。ちょっと数が多すぎる。行け、白血球。待って。でも、ちっちゃいのを倒すのに、それ以上分裂しないな、これ。ほら。わあ、でももう少し。嘘でしょ？あんなにいたのに白血球。おお、やった、倒しました。やりました。全員倒したぞ。そんな。え、ちょっと待って、なんだこれ。白血球が何か落としました。これは TNT。 うん。おお、じゃあね、この調子でどんどんね進むか。ナイス。そしたらね、このね、ウォータースライダーを降りていけばいいのかな。うん、楽しいよ。よいしょっと。
おお、すごい、ウォータースライダーだ。すごいでしょ。おお。ああ。これどこまで続いてるの？あ、ちょっと待って、着いたぞ。え、行き止まり、ここ？ここはね、大腸の部屋だよ。ここからとある方法を使わないと脱獄することができません。全員でも難しいかもね。ここ大腸の部屋か。なんかあんまり行きたくないな。大腸ってお尻の近くにあるからさ、もうすぐ外に出られる可能性もあるよね。でも、うんうん、そしたら仕方ない、進むしかない。進んでみてよ、全員にクリアできるかな。お、なんかここに怪しいくぼみがあって、この隣にボタンがあります。うん、あ、ちょっと待って、そうだ。さっきゲットしたさ、この TNT をここに入れてと。お？このボタンを押せばいいんだな。よし、スイッチワン、ポチッ。お？あれ？おぉ。お？待って、やった。これ壊れたんだけれども、ちょっと待って、ここは？おぉ、やった、外に出られたぞ。おぉ、善一くんすっごい。やった、マーキーの刑務所から脱獄することができました。善一くんやるね。まだ善一くんの刑務所に挑戦させてよ。僕は絶対に脱獄してみせる。お、いいよマキー。じゃあ次はね、僕が作った刑務所に移動しよう。よーし、マキー、後ろね、振り向いてもいいよ。これがね、僕が作った刑務所です。オッケー、振り向くよ。お、なにこれ、これは足？ん？え？え？嘘でしょ？なにこれ、一人で作ったの？すごすぎる。うん、そうですマキー、これがね、僕が作った刑務所です。でもそれなら、この巨大善一くんを作るのにきっとたくさん時間を使っちゃったね。刑務所の中はすごい簡単な作りになってるはず。よし、余裕で脱獄してみせるぞ。おお、マキー、やる気がすごいね。じゃあ早速ね、中にね、移動しよう。それじゃマキー、僕が作った刑務所から脱獄スタートです。こんなのどうやって脱獄するの？簡単だと思ったのにいきなり難しいじゃん。まあ、マキー、勇気を出してね、マグマにね、飛び込んでみてください。そんなことしたら燃えちゃうじゃん。でも他に道はなさそうだね。よし、こうなったらマグマに飛び込むしかない。行くぞ。あちちちあち。おほほ。あちちちあち。あちち。あ、あ、あれ？燃えてない。ここは水？やった。まあマキーはね、マグマを飛び越えてね、水に落ちました。あ、助かったんだ。そうです。あれ？水が上から垂れてる。ここから上に上がれそうだね。よし、これを伝って上に行くぞ。おほ、うん、まあ、ここね、水流エレベーターになってるからね。先には何があるの？この部屋は、あれ？これ僕知ってる、 TNT 上昇装置だよ。おお、まきよく知ってるじゃん。うん？チェストには何が入ってるの？オープン。お？エンディングが入ってる。よし、そしたらここに準備して飛びます。そしたらこのボタンをプチッ。おほー、お、たどり着いた。やるねマイキー。この部屋はなんか美味しそうな食べ物が落ちてるよ。ここはね、胃です。お、マイキーのね、下にあるのがね、胃酸だからね、そこに落ちると消化されてしまうから気をつけてね。わあ、向こうに道が続いてるけど、どうやって渡ればいいの？お、地面に矢印があるよ。まあね、矢印がヒントです。ん、この矢印の先には道が何もないよ。でも矢印があるってことは、もしかして、お、行けた。おお、すごいよ、全身が浮いてるよ。わかったぞ、きっとこの矢印の先に透明の道があるんだ。よう、お、やっぱりほら、このまま真っ直ぐ進んでいけば向こう側にたどり着きそうだね。あー、マキー、もうちょっとね、周りをよく見た方がいいかもしれない。全身君、真っ直ぐ進んでいけばいいだけだよ。よよよよ、よし。あれ、あなんで、マイキーがその中で落ちてしまいました。どういうこと？クリアしたと思ったのに。まあ、マイキーさ、壁の方をよく見てよ。壁？こっちにも矢印があるよ。もしかしてこの矢印通りに進まなきゃいけなかったの？よし、この矢印の通りに進んでみるぞ。お？置いて、今度はこっち側かな。お？行けた、やっぱり行けた、すっごいや。うん、マイキーすごいじゃん。よし、このまま進むぞ。矢印の通りに、今度はこっちかな。おー、いけたいけた。うん、マキやるね。おいて、こっちだ。まあこれでね、半分ぐらいね、進んだかな。本当に？よし、行くぞ、こっちだな。次の矢印はこっちに向かってる。あとね、もう少しです、頑張って。オッケー、行くぞ。よし、
クリアできた。おお、おめでとうマイキー。おお、よし、そしたら次に進むぞ。今度は何？まあね、次はね、ドロッパーチャレンジです。どちらかが外れのドロッパーで、どちらかが当たりのドロッパーです。なるほど。ん？下に水があるのは一緒だね。でもこっちの方がレーザーが少ないよ。まあでもさ、よく見ないとね、選択をミスるからね、マイキー。よく見なくてもこんなの簡単じゃん。こっちのドロッパーが当たりに決まってるよ。レーザーがちょっとしかないもん。こいつは大量にレーザーがあるから難しそう。行くぞ。ドゥッ。お、行けそうじゃない？お、て、いたいたいた。あ、マイキー、よく見てって言ったじゃん。選手君、一体何が起きたの？マイキーさ、ドロッパーの下はさ、本当によく見てみて。え？あれね、水じゃなくてさ、ラピスラズリーブロックだよ。え？本当だ。よく見ると水じゃなかったみたい。ということは、こっちのドロッパーが当たり？見た感じさ、難しそうだけど、行くしかないよね。よし、トゥー！あ、いて、いて、いて！お？やった！クリアできたよ、インチキ。うん、まあ、やったね、マイキー。あ、こっから先に進めるみたいだね。よし、行くぞ。マイキー、こっからはね、血管の水流通路です。なるほど、すごい。だから赤くなってるんだ。でも待って、なんか息が苦しくなってきたよ。マイキー、急いで急いで、ここにね、息継ぎの場所があるから早く。あ、ここ。おお。あー、危なかった。あー、こうやって息継ぎをしながら進んでいけばいいんだね。マイキー、もう少しでね、右足を抜けれるよ。え、本当に？よし、行くぞ。おお。あ、また息継ぎだ。よし。うんうんうん、狭くて苦しいけど、どんどん進んでいくぞ。マキ、もうね、胴体エリアに来ましたよ。本当に？よし。おお、もう少しで胃の下を通ります、マキ。はあ、この調子でいくぞ。あれ、待って、胃の丸だ。あ、何これ、ピストンがあるよ。はあ、ああ、レバーがあるけど、このレバーを上げれば通れるようになるのかな。おお。あ、通れた。やるじゃん、マキ。何これ。血管の中にはね、便っていうね、血液のね、逆流をつくものがあってね、それを作ってみたんだ。おお、なるほどね。また便があるよ。よし、このレバーを上げて。お、進めるようになった。やだ、もう疲れてきちゃったよ。もう狭いのやだよ。まあ、頑張ってマイキー、もう少しであと半分です。レイジ君、ここは何？ここはね、分かれ道です。どちらかが正解の道で、どちらかが外れの道です。左に矢印があるけど、左の道は細いよ。右はどうなってるの？うわ、右の方が左の通路より広いよ。僕、右がいいな。ん？なんでマイキー、矢印左に向いてるけど、本当に右行くの？うーん、僕右がいい。狭いの嫌だったもん。マイキーさ、忠告守った方がいいと思うよ。広くて最高だよ、ディーチキャン。よし。ん？あれ？何これ？なんか下にさっきの便みたいのが見えるけど、でも今度は邪魔になってないから、このまま進めそうだね。よし、行くぞ。よし。お、あれ、え、行き止まり？てか今の音何？ああ、マイキーがトラップを作動させて便が閉じちゃったよ。そんな、これじゃできないじゃん。行き止まりだし、閉じ込められちゃった。こっちの道広くて最高だったのに騙された。嘘でしょ、息を気が苦しくなってきた。どうしよう、どうしよう、できない、できない。嘘。マイキーが、マイキー、右の道はさ、危険だからさ、左に矢印を書いたのにさ。ほほほ、よし、頑張って、こっちの狭い通路を進んでいくぞ。うん、頑張って。この先には何があるんだろう。よし。あ、なんだこれ、はしご？やった、外に出れたんだ。そこはね、背骨のはしごです。おお、じゃあここを登っていけばいいんだね。ん、この先には何があるの。よし、登り切ったぞ。ここは？ん？ここって、ゼシ君の頭の中だ。だって顔が見えるもん。うん、まあそうです、マイキー。お？ここにチェストがある。おお、ベルが入ってるよ。なにこのベル？マイキーさ、そのベルはね、先で使うかもしれないからなくさないようにね。うん、わかった。でもベルなんてただ音が出るだけで何にも使えなそうだね。まあいいや、よし、ここはどうやって先に進めばいいんだ？お？すごい、上にアスレチックが続いてるよ。うん、マイキーね、この先にね、結構長いアスレチックがあるから頑張ってください。僕、アスレチック大好きだから、そそっとクリアしちゃうぞ。よし、こういうの大好きなんだよね。うん、マイキー、うまいじゃん。全員一キュン、僕はすぐにクリアしちゃうよ。
なんかカラフルで楽しいな。うん、まあ、ここはマイキーがね、頭の中のね、景色を楽しみながら進んでいけるようにね、カラフルなブロックでアスレチックを作りました。よし、お、落ちちゃった。まあ、頑張ってマイキー。よし、あれ、なんかかなり長くない？うん、まあ、この筋ね、かなり長いからね、ちょっと頑張ってくださいマイキー。地味に大変だね、なんか疲れてきちゃったかも。まあでもさ、あと半分ぐらいで終わるよ。半分もあるの？まあね。高いし怖くなってきたよ。おー、頑張ってよマイキー。もう少しでね、アスレが終わります。よいしょよいしょ、次はこのはしごに飛び乗ればいいんだ。よいしょ。おー、まあこのはしごでね、ちょっとだけ上にね、上がれます。いけたいけた、このベッドの上にジャンプ。おお、頑張ってマイキー。ベッドはね、バウンスするからやりにくいからね、気をつけて。うん、気をつけるよ、落ちたくない。よいしょよいしょ。ああ、おお、いいじゃんいいじゃん。次は鉄格子の上にジャンプ。ああ、おお、マイキー、ここはね、鉄格子の綱渡りステージでーす。絶対に落ちないように慎重に行かないと。お、もう少しだ。よし、おお、はしごがあるとこに着いたよ。ん、スライムアスレだ。もう僕ヘトヘトだよ。マイキー、ここのさ、スライムブロックの上に乗ってさ、そこにあるボタンを押してみてよ。え、押したら何が起きるの？まあ、マイキー、とりあえずさ、押してみて。わかったよ、プチッ。え、何これ？まあね、これがね、自動スライムのジャンプ装置です。すごい、ジャンプしなくても自動で進んでいく、楽しい、疲れが浮き飛ぶよ。おほほ、え、すごかったよ善一くん、次の通路までたどり着いちゃったよ。そしたらここを進んでいけばいいんだね。うん、まあ頑張ってマイキー。うん、はしごがある、この先に何があるの？あ、ここは何？ここはね、僕の耳の中です。耳？え、待て、奥に外が見えるよ善一くん。でもバリアがって通れないんだけど。このバリア邪魔だよ、パンチしても壊れないし。まあ、マキー、それはね、鼓膜のバリアです。どうやって進めばいいの全子君、僕も脱獄できないのかな。いや、マキー、もしさ、マイキーの耳元でさ、大きな音を出したらどうなる？え、耳元で大きな音、そんなことしたら鼓膜が破れるに決まってるじゃん。ん、待てよ、そっか、そうすればいいんだよ全子君、この鼓膜のバリアに向かって大きな音を出せば鼓膜のバリアを壊せるかもしれない。確かさっきベロをゲットしたはず。このベロをここに置いて、っと、よし、ベロ鳴らすぞ。お、おほほ、やった、鼓膜のバリアを壊した。よし、このままあそこの外が見える場所まで行きに行くぞ。おー、マキ、あとね、もう一息です。うん、よし、外までもう少しだ。お、よいしょ、辿り着いたけど、すっごい高いよ、どうしよう。え、お、チェストがある、この中には。え、やった、エリトラだよ全治君、これで飛んで降りれねえやん。ドゥ、おお、おほほほ、やるじゃんマイキー。やった、全治君の刑務所から脱獄したぞ。脱獄されるとは思ってもなかったよ。全治君の刑務所すごい楽しかったよ。動画がいいねと思った方はチャンネル登録高評価、ツイッターのフォローとインスタグラムのフォローと TikTok 登録よろしくお願いいたします。よろしく、よろしくね。